主婦帽子はまだいい。はい、あちょっと今あのカスタムはですね、はいはいはい、ウエスト、ウエスト、ウエスト、はい、まあ、ゲストが2人来てくれるんですけど、うん、彼らに、まあ、シェフ西大吾が、はい、来た、振る舞おうと。第2弾ですね、シェフ西大吾。そうですね、うんうん、まあ、振る舞うのは初めてですかね。そうですね、ついに、はい、それは作るのがチヂミとチャプチェですね、はい、はい、を、まあ、スタッフから指定されて、はい、で僕はレシピも何も見てないです。で、買い物も自分でしたんですけどまあ、どう作ればいいのか全く分からない、うん、まあ、うん、まあいいんじゃないですか、はい、なんかね、こう具材を見た感じ、シーフードミックス、はい、えのき、はい、芋、玉ねぎ、はい、で、ニンニクで、まあ、チャプチェ、麺、麺、ネギで、まあ、チヂミを固めるのに片栗粉、うん、だから米粉ぐらい使って、でさ、まだもうちょっとしたら来るんで、ちょっと下ごしらえだけ始めちゃおうか。いいっすね、で、まあシェフっぽい、はい、じゃ先にね、あれおお、すごい今日はまあシェフシューランめっちゃ長いすごいですね、オーダーメイドのかっこいい。当たっちゃうよ、ちょっとあんまあんまそれカシャンとかやるとピストルスマップ的そうですね、ちょっと長すぎたかな。まあそんなことありつつ、あら何何かなっていう感じですよね。本当に作り方わかんねえや何もわかんねえ。まあ、ゲストまた言いますけど、あ、ちょっと当たるな当たるな、あんまりやるとちょっと2回ぐらいで使えなくなっちゃう。うん、もうミックスされてるやつを一から剥くとかじゃなくて、なんじゃないですか、もんか。このチャプチェの麺って皆さん何になるちょっと結構探したけど、うん、こんにゃく麺にしたんだよね。こんにゃく麺かんです、いや、でしょ、勝手に春雨だと思ってました。春雨かもね。あ、じゃがいも、だからまあ野菜刻むぐらいのことはしとこうと。そうなの、うん、やっぱそれあれですか、そのシェフとしてお客さんを待たせすぎるのは、そう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 、あら悪いなっていう思いから、はい、少しぐらいはしとこうと。素晴らしい、作ればいいってもんじゃないかな、シェフは。ああなるほど、これはまた深い、素敵な時間をね、はい、過ごしてもらって帰ってもらおうという、シェフになる方ちょっと必見ですよこれ。2人とも軍隊経験してます ね、こんな土とかはもういけますいや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 、ちょっとシェフ多分いけるよ、いけるよなんかそれちょっと楽観視な気がするけど、まあいいか。ほっ、だからフランベとかした方がいいですかね、やっぱ。あ、あってやつですか。そうです、今すごいシェフっぽかった。フランベでもあんま韓国料理で聞いたことないでしょ、はい、あ、アレンジしてきます、逆に。なるほどですね、なんかやっぱ、あ、顔って収集さんだね、いいじゃないですか。結構あれですね、あの加工されたものをあのシェフは使いがち、時短時短それもやっぱそういう時代なんで今。あ、そうですね、シャプチェがわからあー、来た玉ねぎシェフ、玉ねぎギュってなるシェフあんま見たことない、慣れないですかシェフも。いやいや、あ、今違うよ、今違いますか。甲府のあのおじいちゃんサポーターに感動しためっちゃタイムリーな話題これ玉ねぎ一回炒めた、おなるほど、あ、出た、いいよあ、ちょっとなんか軸みたいな、先に、はい、炒めといた方が辛くないからいいかな。あー、なるほど、あ、すごい、あれ、あ、出た、餃子の時もやってるけど、とりあえず水分を、あー、すごいすごいすごい、うおってなんないよ、なんないっすね、あれシェフ足りないよ度数が、うん、あら、この椅子欲しいでしょ。欲しいですね、やっぱり実際やっぱり美味しくなるでしょうし、ここでもいけんのかな、ちょっとここ、マジ、おお、ちょっと今なったなったなった、わわわ、すごい、できますね、消しちゃった、ちょっと、あ、消しちゃった
あ、でもびっくりして消した。お客様いらっしゃいました。ちょっと出てもらっていいか。ちょっとじゃあいいですか、お客様いらっしゃいましたので。あ、違う違う違う、あの玄関にはーいって、あの、あ、いやちょっとスタッフどうぞ。ちょっとホールスタッフ、俺の気持ちわかる。俺いつも高いやつとか、そんな感じ。あ、やべあ、そうですね、ガンとか言って、そう、綺麗にして、綺麗にしながら料理するって、うん、前回もおっしゃってましたね、あの、大事な。それは、今のは殻の炒めみたいな。あ、殻炒めなんですかそれ。まあいいや、いや、裏側だ、あっち側だけになっちゃうでしょ。こう、なるほど、バランス取ってるんですね。何でもかんでも突っ込んでるんだ。あ、お疲れ様です。あ、ウエストさん。あ、お疲れ様です。お客様。食にしないことです。来ましたね。お客様、そういうと五人です。あらーってことは。メニューは。知らない方がいいですか。知りたい。メニューある。ある準備いるじゃないですか。心の準備ですよ。あの、チヂミとチャプチェ、うん、あ、チヂミのチャプチェ、チャプチェの、うん、チャプチェは、ちなみに何使っていいか分かんない、こんにゃく麺。おお大丈夫大丈夫、よし。なんか、まあまあまあ、でもいい滑り出し、うん、では。2人はあの軍隊経験してるんで、はい、土とか大丈夫それ大丈夫なんですかそれ本当にそれ勝手な思い込みじゃないですかシェフのいや軍隊も行ったことないのにちょっと本当ですよダメですよ、そうですよ。じゃあちょっとごゆっくりくつろいでいただいて。スター来たかと思ったよな。そうですね、ゴミがちょっと家ちょっと 見てもいいですか。いいよいいよ、50人。あ、じゃあちょっと見学いいですね、うん、はい、そうよ、50人。でもいいですね、こう街も楽しめる食堂になってるのかな。あ、あ、ちょっとよくわかんないみたいな。あっ、来たすいません、それ手切んないでくださいよとか。ダメだ、シェフに言っちゃう。すみませんすみません、愚問愚問。ちょっとぐらい皮は大丈夫です、うん、僕自分で食べるときはね、皮とかほとんど動かないですよ。ゴニは言いやすそうっしょゆっくり首振ってましたね。ゆでたりしないとダメだよ。ゴニはこんにゃく麺よ。うんうん、あ、そんな良くなかったっすよ。そんな今ほど良くなかったっすよ。大丈夫です。ああ、感じでした。うん、じゃあいけるのかな。ダメ、これ美味しくなっちゃうんじゃないかな。いや、あの、そうですよ。ちょっと取れたくないな。いや、美味しいもんで、いいんすよ、いいんすよ。あの、だってお客様わざわざ来ていただいてるんですから。そうだね。あの、わざわざ美味しくないものをね、うん、出したんで。片栗粉なんすね。あ、まあいいですけど。芋餅とかもさ、はい、片栗粉じゃない。ああ、なるほど。確かに、ぽい。どんくらいとかも全くわかんないんだよな。なんか水溶き片栗粉とかってのは知ってるんですけど、うん、黒さん水これでもいいんですか。入れればいいしょ、出汁を入れるから。ここはなるほど、あ、出汁で固めるってか。ちょっと美味しそうでしょ。美味しそうっす。ああ、ちょっとそれね、まあ、似合ってますね。似合ってますね。あっ背でかいしさ。そうっすね、かっこいい、ね、かっこいいっす。あ、ちょっと不安そうな。さっき見てほしかったね、フランベ。そうですね、まあ、ちょっと映像でぜひ見返していただいて。ちなみに何出しですか、その中は。これはまあいろいろ入ってますね。トビウオ、昆布、煮干し、かつお節、シイタケ。はいはいはい、あ、じゃあもう完璧だ。完璧、いろいろ、いろいろ出し。普通これ出しではやんないと思うんですけどね。僕はちょっと、うん、あ、ぽいぽいぽい。ごめんなさい、ちょっと愚問かもしれないですけど、食べられたことはある、チヂミも、チャプチェも。あー、なるほど、すいません、ちょっと失礼なこと。はい、研究に研究を重ねてこの手さばきですよ。あ、ちょっと足したり。どうだった、ゴリ、いい米粉だ。なかなか固まらないんで、入れますか。はい、僕もあんまり料理詳しくないですけど、米粉は固まる。まあ、ちょっと入れてみるだな。こんな感じじゃない？はい、こんな感じ。あー、来た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 。あ、米粉硬硬すぎた大丈夫でしょう。あ、おいにちょっと何でもかんでも突っ込んでいく。チャプチェの方も進めないとダメなんですけど、ちょっ
そうですね、さっきからチヂミの方が順調なイメージが。そうですね、はい、最近日本でも韓国ブームあるので、うん、シェフ西大吾もここでこう一花 YouTube で見せることできればちょっとブレイク。そうだ、ね、はい、韓国料理人、そういう仕事も来るかもしれない。そうですそうです、本当にパーク J.Y. パークさん的な料理部みたいな。 J.Y. パークちょっと変だったんですよね。でもあ、そうなんですか。ちょっとあんまり、はい、本場の人にの意見には勝てないですね。あ、ここで炒めた玉ねぎを投入。これは普通に美味しいんじゃないね。うん、だ入ってる具材はいい、美味しそうなんですよ。はい、シェフ、じゃがいも何作る。あれ、じゃがいも何作るか。じゃがいもなんか一生なんか茹でてるけど、なんか迷ってますね。いやいや、違います。 あれちょっとお客さんに不安を大丈夫かな。不安されて結果美味しい。そう、うんうん、私のやり口ですね、それが。じゃがいも、そのなんか邪魔者みたいになってきてる大丈夫かな。最終的に使われないっていうのもありますからね。ああ、ベンチでウォーミングアップさせといて、はい、やっぱ全員出れるとは限らないんで試合にも。なるほどですね、ずっとお湯に使ってりゃいいんじゃないかと。そうそうそう、これ使わねえな多分えのきはこれは僕なりの、はい、食感の違いを楽しんでる。なるほどなるほど、あ、オイスター。あー、すいません、長いんだよほとんど画角に入ってないんですね、このティッペまで。だからオイスターソースとっていうのはやっぱりなんかチャプチェっぽいじゃん。はい、チャプチェっぽい、なるほど、いいんじゃないか。チャプチェとは僕はまだ1週間ぐらいの関係なんで。あ、そっか、そうなんです。そうですよね、まだ来られたばっかりですもんね。そうです、どうですか西大君。今のところいい先輩ですね今のところまあでも今日で今日で、はい、もしかしたらイメージがカチッと決まる。料理の味で、そうですね、今後スキルで決めると。そうですね、あ、結構重めな回ですね今日そしたら